こんにちは。こんにちは。豆芝のヘアアドラー。イエーイ。あ、今回はですね、あの、ここになんか席があるんですけれども、なんで誰もいないんだけど、なんで誰が来るんでしょうか。誰？今日から新しい先生が来るのか、どんな先生なんだろうな、楽しみだな。夢を口に出すのって恥ずかしいよな。でも、どんどん口に出していった方がいいんだ。なぜなら、叶うっていう漢字には口って文字が入ってる。今日お前らの夢を後押しする早口言葉、夢口言葉持ってきてる。夢口言葉、みんな後からついてきてる。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、どんなパジャマだっていいよ。10人と色、70億人、70億色、裸でもいいよ、それがお前のパジャマだ。それがお前のパジャマだろ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 。どんどん隣の客はよく柿食う客だ。いいじゃねえか、好きなもん好きなだけ食え、行きたいだけ行きろ。行きたいだけ生きろ。生きたいだけ生きろ。庭には庭には鳥がいる。お前には何がいくつある。俺には愛が一つだけある。愛が一つだけある。愛が一つだけある。今日の授業はこれだ。やってるような芝居はな。ですよね。正直見てない映画。映画見てない。映画で出て。本当に知らない？火花。出てた。まさきとかと一緒に。まさき。どのまさきとかと一緒に。火花は見た。な、伊藤さん監督の。マジ？火花見た。見た。大オーディション勝ち上がってな。記憶にない。めちゃくちゃ全部言うやん。なぜ今回サンシャインさんと一緒に今回あの動画をね撮ることになったのか。いや本当よ。こんな激弱チャンネルしか持ってないの。いや大事ですよ、セロリチャンネル。あのですね、私たちですね、あの東京 FM さんにてあのスクールオブロックっていうラジオ番組があって、そこで豆柴ロックスっていうコーナーを持っているんですけれども、こちらの坂田さんがですね、あのスクールオブロックの校長だったんですよね。そうなんですよ。それで結構あの仲良くさせていただいて。坂田もう呼び捨てされても別に大丈夫な感じ。坂田って言われてる。1年半でなって、なんならね、そのラジオきっかけやけど、お笑いのさ、俺たちのライブとかも来てもらったりしたし、この間、うちの実家のセロリもさ、来てくれたり、一人、サポで、家族ぐるみかなと俺は思ってるけど。でみんなライブね、結構1回とかじゃなくて来てくれるんだけど、ちょっとみゆきだけ来てないよ。あれそうじゃん。あれ1回ぐらいの時で、おかしい。あれみゆきだけ。セロリも嫌いだよ。合ってない。あの、相性セロリ苦手なんだけど、でも、あの坂田のは食べれた。本当に食べたか。食べました、全部。無理して食べなくていいんだ。いや、無理して食べる野菜じゃないんだよ、あんなもん。写真送ったし。ああ、
まあまあみんなが食べてる。食べました、ちゃんと。美味しかった。すごい。本当みんなあのセロリ食べてほしい。いや本当に。食べてほしい。はい、福岡県のね、宮間市というか道の駅で食べます。あ、すごい。宮間市いいところ。宮間市行ってください、皆さん。まあ、それきっかけですよ。そうです。なるほどね。共演してってことで。そうです。今回一緒に動画を撮らせていただくことになりました。ありがとうございます。そう、私のね。T シャツも着てくださって、うん、素晴らしい。グッティ5枚ぐらい持ってるんじゃない？5種類ぐらい。じゃあ今日ね、野々吹さんにちょっと1枚を貸してあげて。貸してあげて。貸す？これもいいの？裸じゃ出てる。他のやつ。裸じゃ出てる。他のやつ。確かに、あげて貸す。俺も家にしなくて。ははね、豚のなんか。まあ、豚のね。かわいい。かわいい。アイドル T シャツみたいなもんですけどね。薄かったな。薄いやり取りしたな。みんな薄切りだったね。薄切りマジで。じゃあ早速ルール説明をいいと思います。はい、はい、あのこちらのですね、山札から引いたお題カードに沿って演技をみんなの前で行います。はい、で演技を見たみんなは A から H までの選択肢あるんですけど、はい、その中のどの演技をしているかを予想します。はい、でやってる間はその出題者に演技を何度させても大丈夫です。おお、なるほど。もう一回やってっていうことも可能です。はい、はい、なるほど。で全員の回答が決まったらせーので一斉に発表します。はい、こちらのカードを使って、はいはいはい、で出題者は自分の演技が当てられれば当てられるほどポイントをゲットできます。なるほど。はい、で最後に最も多くポイントを獲得した1人が勝ち。さらにですね、まあ、今回は特別ルールも追加しております。で参加者それぞれにオリジナルのマイカードっていうものが、なんだって、はい、素晴らしいマイカード、はい、あるんですけれども、山札からお題を引くかマイカードを使うか、まあ、どっちでもいいんですけど自分で選んで、はい、していきます。はい、これはなんかほんと一人一人にこうあった、うん、馴染みのある、まあ、演じやすいやつってことですね。そうです、演じやすいカードが入っています。はい、で、まあ、1週間2週ぐらいやって、はい、優勝者を決めよう。よし、なるほど。で、はい、で優勝者にご褒美あります。はい、よし、何何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 ゴディバサンシャインシティアルパ店の日本上陸50周年アニバーサリー仕様サブレショコラとカステラオショコラがあります。おお、美味しそう。すごい、食べたい。サンシャインシティ店サンシャインシティアルパ店。いやいや、めちゃめちゃ引っ掛けてる。無理くりすぎるんだけど。これ全部一人で食べれるの？そうです、全然できる。5等分に切ってる。食べやすいより切ってるだけだから。そうです。1人がもうかぶりつく、絶対に。美味しそう。食べたい。じゃあもう早速やっていきましょうか。いきましょう、いきましょう。はい、しゃあ、レッツゴー。じゃあこのテーマカードか、この配られてるマイカードか、はい、どっちからやります？え、まずはテーマカードからいこうかな。おまずはね、まずは、はい、はい、じゃあ引きますよ。はい、はい、もう早速始まるわけね、これ。じゃじゃん、はい、じゃじゃん、ダン、キュンキュンです。じゃあ花江さんのキュンまで、はい、3、2、1、キュン。これもこれそうでしょ。いや絶対あれやろな。あ、うわ、どっちだ、どっちだ、あ、どっちだ、どっちだ、これどっちだ。テレ隠しの感じもあったんだよ。いやいや、一択ですよ。いや、でも気持ち悪さもあったよ。じゃもう一回、おじさんもちょっと一回、どっちも二個か、どっちかで、ちょ、首から上だけな、うん、首から上だけ、うん、もう全身ジェスチャーとかなし、今のジェスチャーでね。もう一回、キュン。待って、わかんない、どっちだろう。息吸いすぎてたけど、さっき、うーみたいな。いや、それも込みで絶対そうしよう。じゃあ、あれ、皆さん決まりましたか？はい、はい、じゃあ一斉にオープンしましょう。はい、せーの、じゃん。あら、え、え、え、 GGGGGF なおだけ、なおだけ F、 F は気持ち悪い。おら、気持ち悪い。どっちかで迷ってる。どっちかですね。
どっちか、どっちか、でもそれ以外気持ち悪かったらもっと気持ち悪いに寄せてた気もする。確かに、いや、おじさんだったらもっとおじさんだった気がする。でもだいぶ低く言って、そう低いだいぶ血の反応な気分をやってた。どうぞ正解を、正解を発表したいと思います。はい、正解は G！ イエーイ、おじさんでした。じゃあ取ります、はい。じゃじゃん、じゃん。うわー、結構むずいな。うわー、じゃあ行きますよ。はい。うわ。いや。待った。いやこれはもう。いやこれあれだろ。いや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 。これは。わかった。わかんない。え、なんだ今の。待って、うちもわかんないよ。え、もう一回、もう一回ちょうだい。もう一回いきますね。わっ、短めんわ。じゃあまあこれか。え、うん、いいですか。はい、あ、終わりました。終わりました。じゃあ皆さんの回答を一斉にオープンしてください。せーの、じゃん。A、C、C、D、C、C。 おー、これ割れたな。 B 何ですか。同情して、同情し て, 情して、本当になんか感情があまり見えなかったんだよね、うん、さっきの Y に。だからなんか、うん、まあ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 、わみたいな、まあまあまあみたいな、どの人そんな、うわっていう風な、まあまあ、まあまあ、わ、C でしょ、A は C、 体重計で乗って絶望の色が入ってた気がする。あ、絶望の色、最悪だみたいな、終わったみたいな。じゃあ A、C、D、A、C ということで正解を発表します。はい、正解は C。 いやいやいや、なおはなおはそうなんですよ。ふわって可愛い。舐めてるって、なお、それは道でその声量で終わる。いやいやいや、一列で終わる。いや、びっくりさせる気ないわ、本当に。いやいやいや、これ変えちゃった。これドラマのシーンだったら一回止めますって、もう一回やり直して。続いてのぶきおさん、はい、お願いします。じゃあちょっと僕はマイカードいっちゃおうかな。あ、ここでマイカード、はい、お、何ですか。こちらです。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。まあのぶきおの、はい、僕はね、あの登場ギャグ、はい、登場ギャグでわっしょい、わっしょい、はい、いいですか。はい、じゃあそれではのぶきおさんのわっしょい、はい、いきます。わっしょい。ちょっと待って、待ってください。これいけたって絶対。え、わかるわかるわかる。わかるでしょ。わかった。わかりやすいかも。いやー、はいはいはい。これは結構簡単な気がする。あ、わかった。おまんま、わかったかもしれない。私もわかった。はい。オッケー。わかった。即決。いいですか、はい、皆さん決まりました。じゃあ、一斉にオープンしましょう。せーの。じゃん。お、あ、あれ、え、 B、B、B、C、B、B。え、わかった。いや、これくらいいつものぶきょうポップに。わかった。言うな。ポップにお花積んでるよ。ポップか。わー、相方だから知ってる。確かに。え、うちらも C にした方がいいだったら。いや、俺だって、トイレでワッショイって聞こえるときあるから。あー、じゃあ、あったら。じゃあ C。C じゃん。相方だったら C じゃないか。だって、うちらまだそんな知らないから。正解は B です。いやー、待ってくれ、お前余計なことすんなって、マジで騙された。これは絶対 B や。逆に演技うまいわ。違う違う違う、お前トイレでさ、あっしゃい、いやもう、するか、そんな。ちょっとじゃあ俺もオリジナルカードいこうかな。おセリフは、僕のセリフはこちら、最愛。わあ、確かにな。マメスバの坂田といえばもう最愛。最愛っていうワード使ってたからね。オッケー、じゃあ、はい、坂田の最愛お願いします。最愛。ちょっと待って、なんか前も見たよね。トイレで踏ん張る最愛じゃないよ。もう一回聞こえたのかもかな。ザ・
ちょっともう一回見させてもらって。何回やるんだお前。溶けるわ俺。おい、カロリーすごいぜ。じゃあみんなでいいですか、ね、みんなで、はいはいはい、一斉にオープンしましょう、はいはい、せーの、じゃん。DDHEDD。 わー、一番多い、一番多いのは仲間に裏切られた勇者の、はい、なんか裏切られた感出てたよね、うん、なるほどね、表情に。じゃあ、いるんでしょうか、答えの方発表したいと思います、はい、答えは H。 イエーイ。変な、変なとこが出てきた。肝友達これでウケるだよ。スタンダードけど、これポイント取れたらめっちゃ演技力。確かに確かに確かに。朝ドラどころか大河も決まるし、おー、全部 NHK。 頑張っちゃおう。じゃあみゆきのはぁ、お願いします。はぁ、小刻み、小刻みに震えてたぞ。はぁ、ないよ小刻み。小刻み引きはぁだって。もう一回やってほしい。確かに。もう一回ね。ちょっとおかわりしましょうか。いただきます。はぁ、小刻みはぁ、小刻みはぁ。あ、もっと頑張って頑張って。じゃあ、いいですか皆さん。はい、はい、みんなで一緒にオープンしましょう。せーの、じゃん。 E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  B E。 あれ、B 何、 B、全然さ、失った時のさ、それとお前のさ、人間などん底いったらこうなるかも。迷った。骨から震えてる。その小刻みかなと思ったけど。芯から来る震えだ。じゃあ正解をお願いします。正解は B。前回さ、失った時のハー。ハー？マジ？ハーなんだけど。ちょっと、なんで？一旦止めましょうか。なんで、怖いわ、怖いわ。B な、うん、B、 嘘、当てた、当てた、当たったよ。だって2000ポイントくらいあるから。はいはいはい、はい、それな、それな、はいはい。じゃあ、アイカのそれな、はい、お願いします。いきます。それな。いや、ちょ待って、これどっちだろう。不吉なそれなんか意味わかんねえんだよ。うわー、でも、うわー、いや、でも、もう一回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 、いけます。それなー。ちょっと違う、待って、全部違う、待って。まあでも、まあまあ、いや、二択には絞られたわ。トータルな感じわかったよ。どっち、決まりました。じゃあいいですか。はい、じゃあ一斉に出しましょう。せーの、じゃん。C D G C D C。 ああ、まあ G もね、その三択だったのよ。あ、確かにこの三択ですよね、うん、納得してなさすぎた感じあったのね、うん、あ、確かに、うん、マジ違うんだけど、うん、切れてる時のアイカの感じが見えたから。うわー、どうだろう。いや、じゃあ正解をいきますよ。正解は B。は？共感してんの？共感して。それもだった。ちょっと待って、B いましたっけ？いた、B いた？いない。誰もいない。ガチゼロ？ガチゼロやばいって。共感したことない。ガチゼロはやばいって。人生で共感したことない。じゃあ続いて、カエデフェニックス。はい。行きましょう。プー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 プープーって何よ。プープーって千秋さんがプーとか言ってた。あー、プー、何のプーなのこれ。はい、わかりました、大丈夫です。じゃあ、カエデのプーお願いします。プー。待って、どっちだ、どっちだ。むずい。いや、これね、わからない。どっちだ、むず、難しいな。もう一回、もう一回お願いします。プー。うなずいたよね、完全に。プーの後顔込みですね。顔込みで、表情を使っていいもん。じゃあこれかな。普通にやったら、OK、
そうだよな。じゃあ、いいですか。はい、はい、じゃあ一斉にオープンしましょう、はい、せーの、じゃん。 C、F、C、C、C、B。 割れたな。割れたね。なんか、可愛かった。そう、シンプル可愛かった。可愛かった、単純に可愛かった。じゃあ正解をお願いします。はい、正解はじゃん、 C です。可愛かった。え、いつもと違くない？かわいい感じが。もっとなんかいけるよね。もっと可愛くできた。もっといけるよね。もっといけた。いや、もっといけるけど。ということで、1周目終わりました。はい、はいはい、今のところですね、はい、一番ポイントが高かったのは花江の5ポイント。いやー、話したもんな、キュンで一発目。マジでしょ。じゃあ、2周目いきましょうか。いきましょうか。はい、じゃあ、またお願いします。じゃあ私はこれを使いたいと思います。あ、来た、来ました。マイカード、マイカード、マイカード来たよ。まあよく言うフレーズだよね。やばすぎね、やばすぎ。じゃあ花江のやばすぎお願いします。やばすぎ。おお、あ、結構喜んでたよ。喜んでた。あ、じゃあもう喜怒哀楽の喜がすごかったよね。じゃあ、はい、はい、じゃあみんな一緒にオープンしましょう、はい、せーの、じゃん。 C、H、C、H、D、C。 あら、割れたね。割れたね。 C は3人、H が2人、はい、D が1人、まあ、C は大好物。大好物の、まあ、じゃあ正解の方お願いします。正解は C。 うわC かよ。ふざけんなよ。やばい、ちょっと、じゃあ一発やっていいんじゃない？やぶ。まあ確かにね、それこれ見て、これ見て、今はやばすぎを聞きたい。これ見ての花江のやばすぎみたいな、うん、めちゃくちゃタバコをふかしてパスタを食べてヘッドスパ行って帰りにスーパー寄って買い物したよ。スーパースパ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 スーパー。やばすぎ。おっ、おい、ほら違うじゃん。違うんかい。オリジナルカードでやっていきます。来た。あの、口癖なんですよね、私、なるほどが。なるほどって、そうか。人に共感するのはいいことやからね。じゃあ、いきますよ。はい。なるほど。二人付き合ってるぞ、もうさ。予想、ああ、まあ、その感じあったもんね、だったら今のでもいいもんね。そのびっくり感があんまり。なんか淡々とする。一斉にオープンお願いします。せーの、バーン。あれ、 B、H、A、D、F、B。 嘘でしょ。H じゃない？ H じゃん。え、全部、いや、俺 A か F で迷ったけど、これはむずいよ、これだいぶむずい。じゃあ正解の発表いきますね。正解はなるほど。だからちょっと坂田の言ってる理由と似てるんですよ。理解はしてないけど、一旦あなたの言ってることは分かったよの。あ、大人の対応のね。そういうなるほど。一回聞くけどね。そうです、聞くけど。いやむずい、むずいよ。よくクロちゃんにこのなるほど言ってるもん。確かに。言ってるよね。やっぱ理解できねえよな。はい。いきます。これです。乾杯。おー、これいけそうだ。これはいけるわ。乾杯。のぶきをね、酒一滴ものもない。一滴ものもない。で、宴は好きやから。宴は好きだから乾杯の温度は取る。温度は取る。飲めないのに温度取るよ。すごい、それは。これでもクリティカルもし行ったらさ、全員正解できたらなんかポイント。まあ確かに。確かに。10、2倍。かけ2倍でいいんです。12ポイントです。じゃあ、いいですよ。じゃあ、お願いします。はい、いきます。今日は皆さんお集まりいただいてありがとうございます。乾杯。乾杯。分かったかも。いや。細いグラスだったけど。シャンパンだった気がするんだ。じゃあ行きましょう。せーの、じゃん。 A、
HBH おい、マジで勘弁してくれって。クリティカルじゃないな、もうこの視点でこれは何、正式なバーか、まあオフィシャルなね。はい、じゃあ正解発表します。はい、正解は B です。やったー、取ったー。正式な、正式な、どこ正式なバカ。あんなクラス細いやろ。いや、細いけど、どこが正式なバカ。いや、ホテルの式場みたいなとこや。ああ、結婚式みたいな、結婚式みたいなとこ。あー、よかったー。うわー、難しいな。自信あったけどな、難かったけど。じゃあ続いて、俺じゃあクリティカル狙うから、もう一発自分のやつでいきますわ。最愛、最愛。あ、それいいの、これ、これあり、これあり。もう一回最愛。じゃあ、坂田の最愛、お願いします。最愛違ったな、さっきと。待って待って待って、さっきと違うな。違うな、違う。あ、でも、うわー、そうかもね。わかるよね。いや、これはわかります。え、待って、あ、ちょっと、あ、待って。いや、言っちゃった。え、待って、でも、待って、待って、待って。もう一回。もう一回、もう一回。最愛聞いてるな。え、うわえ、どっちか、いや、待って、どっちかだな。じゃあ、一斉にオープンしましょう。はい、せーの、じゃん。あ、おぉ、のピエンジェル、お願いします。ピエンジェル。おー、おー、いや、やでしょ。だいぶ感情乗っかってたよ、うん、いいですか、じゃあ皆さん決まりました。はい、一斉にオープンしましょう。せーの、じゃん。 DDDDGE うわえ、 GEG 正解をお願いします。正解はえ、いいじゃないんだ。もう、これなんだろ。惜しい。でも惜しかった。惜しくねえよ、一番。じゃあ、続いて、相方スパイ。はい。クリティカル見たいな。見たい。見たいよ。あ、頼もし。ちなみにさっき、ガチゼロだからね。いや、ガチゼロ。この中で唯一のガチゼロ。ガチゼロザスパイだし。ちょっとずるない。名言だね。1回しか発したことない。まあでも、あるんや。モンスターアイドルの時ね。そう、オーディションの時クロちゃん、クロちゃんに向かってね、うん、口が臭いから。いいよね、気遣ってる優しさが見えるからいいよ。少しですね、少しだね。優しさが見えた。じゃあ、いいですか、アイカの少し臭いです、お願いします。少し臭いです。おぉ、どれだろう。うわ、うわ、怒ってもなかった気がするな。怒ってもないけど、奥底にある怒りは感じたかもしれない。じゃあ皆さん決まりましたか。はい、はい、じゃあ一斉にオープンしましょう。せーの、じゃん。え、 HDFHFC バラバラだ。あれ、バラバラだな。正解をお願いします。はい、正解は A です。ガチゼロ。え、ガチゼロ。はぁ、2連ガチゼロやばいって。やばいって。マジ？え、アイカ？アイカ？大丈夫か？アイカ食べるか？アイカライブキャンセルになるかも。じゃあ最後、カエデのちょっと決めようぜ。マジカエデ決めちゃいますよ。クリティカル行こう。もう盛り上がってね。じゃあマイカード、マイカードから行きます。マイカード来ました。カエデもんだよね、カエデじゃなくて。まあでも、もうキラーフレーズではあるよな、カエデの。確かに、カエデモンっていうか、カエデモンはね、もう何十回と何百回と使ってきてますから。じゃあ、カエデのフハハハハお願いします。フハハハハ。いや、ちょっと待って、3つぐらいあった。3つあったやろ、感情が。3つぐらい。
な頑張って。むずいよ。みんな頑張れ。難しいな。じゃあ一斉にオープンしましょう。せーの、じゃん。E G D E D E。おお。わあ。いや気抜けた感じしましたよね。気抜けた。そう。いい感じ。ちょっとだけ下がる感じも見られた。じゃあ正解。正解をお願いします。はい、正解は F です。あれ？待って。セクシーでもセクシーじゃなかった。どこが？セクシーだったよね。ちょっと待って。そのちょっと待って。え？ふわ。いやいやガチゼロ仲間だね。ガチゼロが最後にガチゼロ出た。仲間だね。マジ？強い分野だったんじゃない？セクシーは。そうなんかセクシーな。はい、ということで合計集計した結果、はい、花江の8ポイントが一番最高得点ということで優勝は花江マスター。イエーイ、やったー。嬉しい。いや、もう最初かましたからね。最初かましたね。マジでよかった気がしたんで。ということでですね、優勝者にはご褒美も用意してありますので、いいなぁ、イエーイ、いいなぁ、いいなぁ、食べたーい、関西にしてやるか、ゴディバ、ゴディバ、ゴディバ、いいなぁ、ゴディバ、いいなぁ、ゴディバ、ゴディバ、食べたい。これいただきますね。それはね、ブレショコラです。ブレショコラ、存じてるよ、それは。美味しいとか甘いとか聞けるかなと思った。見を教えてほしかったサブレ見てもわかんない、それは。サッシャインさん、告知どうぞ。わぁ、いいんすか。サッシャインですか、ありがとうございます。ですね、我々6月25日の夜9時に渋谷の無限大ホールで飲み島来てもらったんですけど、そこでベストネタライブをやりますので、キングオブコントに向けましてやりますので、よかったらぜひお願いします。お願いします。見たいな。行きたい。あ、もう席開けてるから。マミシバ分、マミシバ分。おー、行きたい。4つしかちょっと用意できてない。いや、あと見ていいんじゃない。え、なんでの。チャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てねー。